こんにちは、出川道夫です。今日は引き続き、スペシャルゲスト小林千比田正明を招いてます。ありがとうございます。ジャスタマトオブスタイルという DV ポンペイみんなで行ったやつなんだけども、うん、その時の千比田のパーソナルラインっていうところで、俺がちょっと偶然うちのストックで見つけたんだけど、1974年の稲村ヶ崎のアウトサイドの大会のシーンがあったんだけど、覚えてるでしょ。懐かしい。それをねちょっと入れたのすごいかっこよくできてるんだけど、あの時っていうのはいい波だったんだろうね。そうですね、結構でかかったですよ、うんうん、最初はねサイズがあって、うん、だんだん落ちてきちゃったんだけど、うんうん、そこで待ってなくてなんかここに来るんだと思ってるんだけど来なかったり、うろうろしちゃった、うん、うろうろしちゃう感じ、うん、なるほどね。難しいね、大きい波はね。そうですよ、うん、まず範囲がね 50m ぐらい長いから。でもあれでしょ、ないんだけどね。お前何こんなのかぶってんの。そうですよ、目立つよ、ね、うん、ね、いつからこれかぶってんの。いや、怪我安全なのこれ、うん、俺これ大嫌いなんだけど。怪我多いから鼓膜破いたり。ああ、鼓膜だ、うん、鼓膜怖いからね。あ、鼓膜いいよねこれね、うん、鼓膜が怖いし頭切ったり、怪我多いの知ってんじゃないですか。あ、そっか、うん、助けてもらったりしてたし。鼓膜まだ傷あるけど、これひどかったもんね。え、鼓膜切れてこっから舌がバッと出て、うん、大変だった。そんなことばっかりやってるんだけど。だからヘルメットです、うん、また続きは明日。